はい、みなさんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。今日はこちら、じゃじゃん、ガリウムで実験してみようということなんですけど、皆さんガリウムって知ってますか？僕ね、最近初めて知ったんですけど、これすごい金属なんだよね。普通金属を溶かすって言ったらまあ大変じゃないですか。すごい高温でこうね、熱して溶かすみたいなイメージがありますけど、このガリウムっていう金属はすごく融点が低くて、なんとね、温度が 29.8 度で溶け出すらしいです。すごいよね。29.8 度ってことは人間の体温より低いわけですよ。だから人間の体温で触るだけでもう溶け出してしまう金属です。本当かよって思うんですけど、確かにね、これ冷蔵で届いたんだよね。ということで今日はこれを実際に触ったり、なんか作ってみたりしたいと思います。はい、今袋に入った状態なんですけど、まあこんな感じなんですよ。このガリウムってすごい高くて、この塊だけで8万ぐらいしました。竹、うわー、だから貴重なんだろうね。はい、近くで見るとこんな感じになってるんですけど、まあ一般人からしたらね、鉄みたいな感じに見えますけど、もちろん硬いです。ほら、腹からいってます。全然硬いけど、これ溶ける気がしないけどね。じゃあこの今固まってる状態のガリウムを手に乗せてみたいと思います。で、人間の体温って言ったらね、36度ぐらいあるんで、まあ普通でいくと溶けるはずなんですよ。はい、冷た、これ。果たして溶けるんでしょうかね、本当に。これちょっとこう握ったりしてみますか。溶けてきたんじゃない、これ。ほら、こっちの方がちょっと溶けてきてる。こうグッと押すと、ほらほら、すごいんじゃない、これ。すぐにトロトロになるわけじゃないんですね。はい、今手に置いたまま少し時間置いてみたんですけど、だいぶ溶けてきました。すごくねってやつだよ、これ。なにこれ、ほら、液体っぽい。あ、やべやべやべ、はっ、やっちまってるこれ。はい、今ちょっと机の上に垂れちゃったんですけど、すごいねこれ。あ、でも液体だ。液体の状態ですね。これ冷えたら固まっちゃうんだろうね。うわー、なんじゃこりゃ。手の温度だけだとね、完全には溶けないんですけど、だいぶ溶けてるよね、ほら。なんか不思議な動きなんですよ。うわー、こういう感じで、あー、手にくっつく。今ビーカーにお湯を用意しました。この中に入れて溶かしてみます。うわ、やべ、あ、もうこれちょっと溶けてんだけど、これ入れたら溶けんのかな。うおー、もう少し追加します。さあ、どうかな。あー、溶けてきてる。あー、なんだこれや、やべ、溶けていく。すごいねこれ。今お湯の中でほら、ピンセットで持ってこうちょっと振ると溶けて垂れていきますね。うわー、はい、一瞬にしてだいぶ溶けましたね。やっぱお湯だと早いね。うわー、すげーなこれ。もうほぼ液体になりましたね。今ガリウム全部溶けたので、これをちょっと注射器で吸い上げます。はい、ご覧ください。これ今下のとこ全部ガリウムね。で、お湯が入っちゃってるんで、お湯をちょっと捨てます。で、今のガリウムを今度はスプーンの型に流してみます。これでスプーンをちょっと作ってみたいと思います。うわー、すごいなこれ。はい、今スプーンの型に流してみたんですけど、これで固まればスプーン出来上がりですよ。ちょっと時間置きます。はい、あれから2時間ぐらい経ったんですけど、バッチリ固まりましたね。もうね、完全に金属ですよこれは。型から取り出してみます。うーわ、うわ、
やばーこれ、うーわこれものすごいね。おーおーこっち側やばいな、完全スプーンじゃないですかこれ。ほらこのピカピカな感じ、自作スプーンじゃんこれ。なんか販売できそうですよね。ちょっと分厚いけど、はい、今ここにお湯を用意しました。さっき作ったガリウムスプーンをこのお湯の中に入れて、お湯をかき混ぜたらおそらくこれ溶けますよね。ちょっともったいないけど、まあ何回もできるんでやってみたいと思います。それではいきます。いってらっしゃいガリウムスプーン。さあ溶けるのか溶けるのか、うおすごいすごい、みるみる溶けていく、うおおうわーすげえ垂れていく、なんじゃこりゃ、すごいすごい、これはすごいね。むしろかき混ぜなくても止めてても垂れていくわ。うわちょっとこう振ったりするとね、より早く垂れていきますね。うわあついに、はい、スプーンの先っぽがなくなりました。ただの棒になった。すごいね、今までスプーンだったとは思えないですねこれなんかかなり尖った感じになりましたね。はーい、ということで今日は初めてガリウムを使って実験してみたんですが、これめちゃくちゃ面白い金属ですね。こんな物体があったとは知りませんでしたよ。このガリウムなんですけど、まだまだなんかいろいろ実験できそうなので、また今後やっていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。 See you next time。